小倉百人一首の札を取り合う競技カルタ。カルタの世界で日本一になると男性は名人、女性はクイーンと呼ばれます。山口県にはかつて日本一になったクイーンが2人います。クイーンの座を4期守り続けた今村美智子さんと、5期以上守り続けた人だけの称号、永世クイーンと呼ばれる久保久美子さん。どちらも山陽小野田市出身で、現在は若い世代を中心にカルタの指導をしています。今日は2人のクイーンが伝えたいカルタの魅力、カルタの街としてその文化を広げている活動の様子を紹介します。競技カルタというのは覚える力はもちろんですけど、体力もね必要と言われていますよね、うん、はい、日本一になったという方が県内に2人もいらっしゃる、これは誇り高いですね。誇りですね。そのお二人なんですが、山陽小野田市の出身で県外へ出ていた時期もありますが、今はふるさとでカルタの指導をしています。山陽小野田市でもカルタの町としてその文化を広めようという活動が行われているんです。札を引くだけ、簡単なルールで楽しめるお坊さんめくりをしたり、百人一首の歌をみんなで復唱したり、先週山陽小野田市でカルタの出前授業が行われました。出前授業は山陽小野田市がカルタによるまちづくりを進める一環として市内の保育園、幼稚園、小中学校で行っているものです。授業を受けたのは紅葉保育園と羽生幼稚園の年長さん15人。教えているのは元カルタクイーンの今村美智子さんです。ほとんどの子どもが百人一首のカルタをするのは初めてですが、6枚の札を使い試合形式で体験しました。初めてとは思えないくらいね、勢いがありますね、うん、おどっちだ、どっちかなこの日見学に来ていた山陽小野田市の藤田市長も子どもたちと対戦しました。いや、子ども相手といえどもやっぱりね、市長の威厳があってね、それで戦うんですかね。どうなんでしょう、まあ、ちょっとは手加減するんじゃないですか。どうですかね。おちょっと大人げないタイミングですねじゃあ早かったですね。まあ、子どもたちも本当真剣勝負というところで手が重なりましたが、この勝負はどっちが勝ったかな。子どもたちの勝利でした。強い楽しかった。坊主メトレにするのが楽しかった。言葉を聞いて取るやつ一回勝ってさ、もう一回は負けた。じゃあまた今度このカルタやってみたい人はい。あの2人のクイーンを輩出をしているということから2018年度からですね、あのカルタの町取り組んでおります。まあ、今日も保育園や幼稚園の園児さんと楽しくカルタをで遊びましたけども、今の小中高大とそれぞれの世代でカルタ競技にも取り組んでもらっておりますので、多くの市民の皆様方に親しんでいただいております。今いろんなこう選ぶ、ね、選択肢がある中でカルタもその中に入れたらいいなっていうことなんですね。一人でも二人でもね、競技カルタに入ってもらえたらいいなっていうためのこういう年長さんのカルタですね、はい。午後からは桜保育園へ。こちらは一昨年の出前授業をきっかけにカルタを子どもたちにもっと経験させたいと園が直接今村さんにお願いして、4月から月に1度のペースでカルタを教えています。子どもたちもすっかり慣れていて歌もいくつか覚えています。この日は20枚のカルタを使い、歌を聴きながら札を取る練習をしました。
ちはやぶる髪をもきかず立ったがわどもろともにあれもみよいはいもうこれ一緒だもろともにあったあったあったかるたの教室、子どもたちも毎月楽しみにしているそうです。そしてこんな遊び方も。絵札を使った神経衰弱です。殿と殿、お姫様とお姫様の絵柄が合えば自分の取り札に。とっても簡単で子どもたちも盛り上がっていましたよ。これならね、ご家庭でも小さなお子さんからお年寄りまで一緒に楽しめますね、うん、カルタの絵札から身近に感じていけそうですよね。本当皆さん夢中に楽しんでいるところですが、まずはカルタを楽しむことからという今村さんのアイディアなんだそうです。保育園だけではなくお家でもしっかりとお勉強したりして覚えてくることの喜びで、お友達と競い合ってその百人一首楽しんでる様子がとてもよくわかるようになりました。コミュニケーションが今不足っていう世の中で、そういう日本ならではの言葉遊びによって人との関わりがどんどん増えていくってことをこれからも期待したいと思っています。楽しかったです。何が楽しかった？水中水塾です。みんなで字のカードで遊ぶのが楽しかったです。字読むのが楽しかった。好きなカードとか覚えてるのあるの？ブラサメのとか、ちはやぶる、天の原。私が3回目に来た時にもうね、ほんと10枚ぐらい実は覚えててびっくりしたことがありましたね、本当に。私たちは違いますけど、今の名人クイーンとか結構3歳からとかね、4歳からやってますっていう子がいるんですよね。だから本当にこの中からいつかは出るかもわからないですね、はい。そして衛生クイーンの久保さんは高校生や大学生を指導しています。小野田高校小倉百人一首カルタ部は今から8年前に山口県初のカルタ部として新設されました。久保さんにとっては母校で、高校3年の時クイーンとなり、通算5期クイーンを務めた人だけがなれる衛生クイーンに日本で初めてなった人なんです。後輩と対戦しながらの直接指導、より具体的なアドバイスをしています。経験者、それもねクイーンですからね、それに教えてもらえるっていうのは貴重な経験ですよね。そうですよね。小野田高校は毎年全国大会にも出場していて、今年も上位入賞を目指しているということです。久保さんの指導あってこその全国大会なんでしょうね。いい結果が残せるといいですね。と普通に練習しているだけでは得られない久美子先生ならではの練習方法や経験、カルタの知識、技能などをたくさん教えていただけるところです。初代衛生クイーンである久美子先生に教えていただけるということはとても貴重な経験ができているし、一人一人に合った改善点や課題点を熱心に教えてくださるところです。いつも支えてくださっている方々へ恩返しができるよう大会で良い結果を残したいです。高校に入ってからカルタを始める子が小野田高校の場合は多いので、短い期間ですごく難しいこと、上を目指すことをやっているのですごく頑張っていると思います。とにかく一生懸命でこう目標を持って輝いているその姿がいいなって思いますね、はい。今年の目標は